はい、おはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤です。はい、これ撮れないんですよ今日。久々に東京にいます。本当だよね。はい、渋谷です。渋谷、イケイケ渋谷にいます。何ですか今日は。今日は、はい、じゃじゃん、これです。これこれ過酷ファッションショ ー、はい、1年前もやったんですけど、今年は2回目ということでお邪魔させてもらっております。こうやってコアクマンアンバサダーということでご招待していただきました。ということでね、うん、今会場について中に入ってきたんですけども、写真もね、今日は前さ動画結構撮ったんだけど、動画ってさワークマンさんのホームページとか YouTube とかにも載ってるから写真多めで撮ってみようかなと思いました、はい、で今その会場の入り口のあそこが入り口ですね、手前側に、展示ブースがあります。で今展示ブースの場所にいるんですけれども、ここはですね、何ですかハルピンさん。展示ブースです。今ねパッと見ここは多分、アンバサダーの共同開発商品の場所。サリさんとかネコマルさんとかのぞみさんとか、はい、アンバサダーさんの共同商品開発の商品がここでされてる。サリーさんの、共同開発商品とか、うん、猫丸さんの、共同開発の商品とか、アンバサダーの共同開発のコーナーですね、うん、なんかこう女子のしか最初見てなかったからさ、のぞみさんまだねお会いしたことないんですけど、漁師ってすごくない動画を見たらイノシシの被害とかイノシシ被害の状況を改善したいっていうので漁師になったっていうのを見ました。のぞみずかりチャンネル、命と向き合うハンターです。かっこいいという感じで、まあ後ろにもねメンズの商品とか、全員男後ろやん。全員男の人後ろにいる。モーターサイクルジャーナリストさん、アウトドアライターさん、はい、この辺がね共同開発の商品、はい、ということで、まあ皆さんね、まあ例えばサリさんは、ブログですよね、うん、猫丸さんとかのぞみさんとかは YouTube、 はい、猫丸チャンネルさん、インスタグラムとかね、各々の方たちが発信側として活動されている方たちですね、はいはい、いやなんかすごいさ可愛らしいものが出てきておしゃれだよね、うんうん、はい、じゃあちょっと回ってみようか。はい、こちらはねワークマンさんの、新作の展示が並んでおります。秋冬新作です、はい、先日店舗の方にも行ってきたんですけど、もちろんそうだけど見たことないのがありますよね。見たことないのばっかり、はい、でもあのさ薄手のさインナーダウンはアウターの中に入れたいって言って欲しかったから、1500円だよ、安いよね。これこの間買ったやつ、防水実験されてる。防水実験、水がついてる。あ、これは一緒のがありますよ。ほら、上は同じやつ。ストレッチマイクロウォームパンツ、すごい熱い。これもうモコモコの、はい、これは超あったかいやな。めっちゃあったかいですね。そうっすよね。今入ってたらもう汗だくに多分なるぐらい、はいはいはい、こういう感じのモコモコが最初からついてるから、インナーパンツしなくても結構いけちゃうかも。十分ですね、はい。でこっちがまあパッと見に似たような形なんですけど、よりストレッチ感が効いてるんで、細身にしてます、はいはいはい、細いんだけど、まあ、すごい伸びるんで、はい、全然問題なくないで、さらにフィルム入ってて、はい、あの防風あなんで風を通さない、はいはいはい、形になりますね。風が通らないっていうのは結構重要ですね、うん、あのまあ、結構蒸れちゃうっていうシーンもあるんですけど、はいはいはい、じっとしてる時とかは、はい、すごいあったかいですね。はい、じゃあ反対側。はい、これこれ。はいはいはい、これ気になりますね。これ気になりますね。真空ホーン、ペットボトルをそのまま入れれると。すごい。これでさ、あったかいってことでしょ、ずっと。そうそうそう、ペットボトルはさ、すぐ冷めるじゃん。うん、いいよね、うん、さ、木の柄がすごい可愛い。雪用とかキャンプってなったら雪ってなるともうこれですね、防水も。あ、これか。今年モデルは変えたんですけども、まあ、ここのところがグラスファイバー練り込んでいってね、はい、昨年よりちょっと形を変えて、はい、接地面をすごく多くしているんですよ。だから昨年より滑りにくくなってっていうのと、去年入ってたんだよね。そう、もうこれにしてから快適すぎて、うん、はい、ありがとうございます。全くなかった。ちょっとモデルチェンジしてまして、昨年歩かれた時になんかかかとがガバガバするなみたいな。ガバガバはしてました。そこだけちょっと脱げないように感っていうか、は
はありました、はい、で今年ちょっと改良しまして、ちょっと中をお見せできなくて申し訳ないんですけども、あのかかとが遊んじゃうっていうのがあったんで、ここの中に板状のゴムバンドをここに入ってまして、それで足首ホールドするっていうので、あのガバガバしにくくなってます。あとあったのが肉厚なんで、指先の方がワンサイズちっちゃく感じるっていう方がいらっしゃったんで、うん、昨年ですとこのインソール暖かさを出すために、ここの層とここの層で合わせて1センチっていうのが同じ厚さでなってたんですよ。で今年はこういう風に後ろを3層にして1センチ、前は薄くして、ね、はい、あの指先の窮屈にならないようにっていう変更をちょっと解説していただきました。あ、ちょっとこれ何ですか？ダウンの素材のマフラーです。ダウンマフラー、ダウンマフラーだって。あとこの辺靴下とか帽子、この辺はインナーですね。インナーもちょっと気になるね。でもテイズリーで可愛いよ。レインウェア、この辺が良さそうだけど、すごくセットで防水防寒パンツ、あ、めっちゃいいじゃん、うん、コットンキャンパープラスがあります。お、本当だ、はい、はい、おー、ここにねライナーがついてます。ボタンで外してライナーなしでも着れるから、うん、真冬以外もね、長く春とかも着れますね、はい、ブルゾンタイプ、さあモコモコ、はい、シュッと着れていいね。そのシャツいいですね。ね、かわいいね。カラフルシャツワンピだって。ああ、それいいですね。特に後ろの後撥水。ああ、そのチェック。これなんかボディがやってたね。腰に。あ、本当だ。これはレインコート。レインコートいいですね。ね、これ長めでいいかも。コートだからね。うん。細身のパンツにさ、大きめの上をトップスを着るからさ、それがちゃんと隠れていいね。これ1枚あったらいいんじゃない？うん。あ、それマウンテンパーカーなんだね。マウンテンパーカーで、はいはい、普通のさ、シャツみたいに見えるね。うん。デニムのスカートで超ストレッチ効いてるやつ。一押しはやっぱこれと、うん、この長めのコートもね、おすすめ。あと今私も着てるこのワッフル、この間紹介したやつね。そう、中がふわふわついてるからあったかいっていう、はい、ペットボトルが入るぐらい伸びるよっていう。でも見た目がすごいさ、かわいいから、さっきのあのケベックネオっていう、あの冬雪でも履けるブーツと合わせたらかわいい、うん、そうですね、うん、この着方がいいですね。ね、めちゃくちゃかわいい、うん、紫もかわいい、うん、なんとなく一周してみましたけど、はい、去年とはガラッと違って、女子向けのワークマンの商品がすっごい増えてるのと、あと靴もなんかちょっとおしゃれなものも増えてたりとか、うん、なんか全体的にね、作業着感のあるものがすごく少なめっていうか、そのロゴがちょっと印字が薄くなってたりとか、本当に普段も使えてアウトドアも使えるっていうのが増えてるなって思いました。はい、男性のやつもすごいサイズがいっぱいあるんで、 4L とかまであるから結構合わせやすいし、僕身長低い168とかなんですけど、長くねオーバーサイズで着たりとかできるから、そういう風に遊んだりもできると思う、ね、ということでちょっと展示の方見て回りました。でこの後はファッションショーの方ありますんで、リンクの方を貼っておきますので、そちらの方から情報見れるようにしておきます。とりあえず終わってからまた動画回したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ただいま。ただいま。家まで着いてしまいました。お腹いっぱい。はい。ご飯も食べて帰ってきました。はい。ということでね、本当にちょっとだけファッションショーの様子を流していますけれども、ワークマンのホームページとかの方に、細かいことは載ってるのかなと思います。あとはいろんなメディアの方も来てましたんで、テレビとか YouTube とか、その辺にも掲載されるんじゃないかなと思いますので、詳しくはそちらを見ていただけたらなと思います。はい、あとはね、ワークマンのウェブストア、オンラインストアがあります。うん、はい、ワークマンのオンラインストアもありますんで、それもね、概要欄の方に書いておきますので、ぜひぜひ私たちがいつも着てるワークマン、キャンプでも着てるワークマン、ネットでもね購入できますので、ぜひ見てもらえたらなと思います。それではね、今後もいろいろワークマンのネタもアップしていきたいなと思いますので、どうでしたか？本当に先ほども会場でお話ししたんですけど、かなり今年の秋冬物もデザインも良くて質も良いものがさらにパワーアップしているなと思いましたので、絶対皆さんチェックした方がいいと思います。間違いないですね。間違いない。また自分たちのね、ワークマンファッションもやりますので、ぜひそちらもまた見てください。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。しょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。過酷ファッションショー。